就活が落ち着いたー。はい、どうも、ロシルです。就活が落ち着いたので、続き、シュレットの続きやっていきたいと思います。何やったっけな。落ち着いたなぁ。はい。コントロールどこ行った？あ、これか。片付けないとな、部屋。右手覚えた？違う、スキルブックで。謎の部品が A、B。今回は、財前、金稼ぎがメインの回です。てなかなか変わったバトルシステムですよね。全身聖剣でこれ聖剣の時はいいんじゃね。舐めてやがらあいつ。あの野郎舐めてやがる。実は近鉄枠の代わりに瞬間よりも高いのを持っていますね。よし、飛び蹴り覚えたいんで、間違えた。おい、あと一回。忘れた。全身聖剣。オッケー。あれ？最初は金稼いで飛び蹴りとハードを習得したいんで。ストックってなんだ。あ、栄養ドリンクで。少し重くなってますね。波動ができるまでは中級ひたすら。もう強みで OK。 よりによりより合いが楽しいゲームですね。めちゃめちゃ覚えるか。焦ったー。聖剣聖剣。今こいつシフトダッシュしてなかった。ギリまだ覚えないか。とりあえずこの画面はあんまりやっても面白くないんで、これラストにします。読み合いだよね、これも。こういう対戦ゲームあってもね、結構好きなんで。よし。
では本屋に行きたいと思います。一回出てお話を聞きましょう。可愛くね。あーシシト、ほぼビデオなんじゃ 見ちゃいけんの話だ。じゃあまず外に出て図書、これね、おいおいね、リーズさんにはね、ぜひ、私結構あれなんで、まあ、この人にはちょっとね、おいおいあるんで、あれをするんですけど。今度ともよろしくお願いします。かわいい。住宅地を出ましょう。住宅街、ショッピング街だっけ？ジュースは今必要ないんで本屋に向かって、これあれがいる。ああ冬村さん怒られちゃったから僕の中じゃ黒歴史なんだけどさあさあ僕は何も言ってないよ。銃声が鳴って君の悲鳴が聞こえたと思ったら突然目の前は真っ白になって起きたじゃなかったんだ。あれ倒れたはずなのにさらさらと見たっておかしいよね。助けてもらえ、何でもないが重要かって言えないとか、どうしたの。あ、何でもない、今佐伯ちゃんが探偵の目だったぜ。ファンタジー小説とか。確かね、攻略も探しいんじゃなかったっけな。銃芸の。警察に捕まえるための裏技。100戦。あー、5本。うわー、おまわりさん。そうですね。確かに、ね、ちょっと本当にの。主人に捕まったら勇敢に原稿まで逮捕しに行くから遠慮なく電話するんだぞ。ここの警察は宇宙にまで助けに来てくれるのか。まあ攻略本ですからな。シフト技を覚えたいんで、まず移動回数を増やします。ね、ワンパンチで、ね、そうか、全部覚えないことにはあれか。仕方ない、自宅に帰ろう。ゲーセン行ってメダル稼いでもいいんだけど、どうしよう、家帰るか。今日はバトル会だな。シフトで、これだね。いや、強っ。気にするぐらい強いじゃん。ダメージがちげえ。つえまあこれで脳筋シシトを作る。波動打ちなあれ。最悪これで勝てるまで放置っていう時間が俺には。使用した技の熟練度が上がっていきます。で、本当にこれマジで覚えないことには始まんないんで。サンドバッグやん。サンドバッグサンドバッグいいな、サンドバッグリス。
それで飛び入り覚えちゃえば可動とあれでゴリ押しが効くような。可動は瞬間距離まで、飛び蹴りは遠距離までですね。で、これはこの日は制約がいろいろあるんで、主にこの上3つが欲しいんで、まあ主に飛び蹴り、あー飛び蹴り欲しいな。裏技どうやんだっけな。ステージレベルを上げる裏技がありますね。まあ、やんなくても特に問題ないんで、リス狩りするか。リス狩りするかってやべえよな。1500円か。あ、死んだ。あ、どう打たれたら終わる。あいつでもこっちの勝ちみたいですね。よし、これでとりあえずし波動取りに行きます。波動がすげえ強いんで瀬戸がいるんじゃないかな。本屋行って、本当は反射的なガードもあれば便利かなって気はするんだけど、別になくても困らない。正直住宅地行って、移動、自室、特訓、これですね、キャプテン。あー、セット忘れた。スキルブックで。基本的にこれ、ガードしなくても全然勝てるんだよね。で、バック2回されても、初段は当たるんで。これ置いときは基本的に勝てるので。あ、こっち来いリス。負けた。リスナメにしてくれ。お前もか。いてえ。でも変えるのがないんで、外に出て普通にフラグ処理に入ります。終わったのに。あ、なるほど。そういえば施設先輩、今日から塾なんですか。いや、よく考えたらまだ申し込みしてないきゃ。申し込みした次の日受験コーナーがあるっていうのは。先生、
昔からね、そう言われるとね、あのやる気が失せる人だからね、ロシェさんは。ストーカーチックに追いかけてるのになぁ、しょぼれくも。あ、そう、人も少ないし、気の目やな。なぜここで中にやん。あ、そういやさ、なんて、相手の特徴がわかる？そっかーと。左上の方の時間経過で進んでまーす。まあ、結構やるね、僕は。こんなのだとね、割とね、シューティング好きなんだよね。ついに、この人より、むっちゃやってますね。いやいやいや。超メガネ。怖い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 。あ、親神社だ。よし、ふん、親神社ブラック参上、親神社イエロー参上、親神社ホワイト参上、3人揃って終了された親神社。はい、シェシト君、お元気ですか？はい、元気です。工場先生、なんでレッドじゃなくてブラックなんですか？ハーダですよ、ハーダ。ブラック、イエロー、ホワイト、一応白人。ちょっと待て、人種。そうですね。ということで、レッド、ブルー、グリーンも集中です。やーばいでしょ。はぁ、なぜ私はこのことをやってるんだろうか。どう、なんで俺イエローなんだっけ？あだ名がイエローモン聞いたからでさ、そうだったな、そうそう。イエローモン来たら強いじゃねえかよ。ああ、なんで私はどう？死ぬの好きなんて。ああ、個人的にはなんだっけ、あれを一時期すごい好きやってましたね。あれ待って、このショーあれじゃなかったっけ？ってことは、まだこの人がいるから覗きはでき、ああ、覗きじゃない、間違えた。あ、ゲーセンなんかあんねんわ。ピクピク、あのね、風船が飛んじゃって、風船、あ、マッシュにかかってるな。そうじゃない、もしかしたら、早くな、チャイじゃないよ、ね。あ、なるほど。で、なんで俺がマンション暮らしをしているの？この先って何もないから、マンションから出てきてしか思えない。無双言われてみるの。うわ、お兄ちゃんが無視した、泣くんじゃない、風船くらい俺と言ってる。え、本気？それでも主人公お前。俺も放置派だな。ついやないと、なんだい？君の風船取りに。やっぱりあのお兄ちゃんが捕まるかどうかを見てる方が面白いかなって。ありがとう、最高の方法だね。よっと。キャーシャキャッシュート、見つけた。よし、お兄さん、グッジョブ。警察に電話するよ、待ってくれ。俺、風船の方に来ただけなの。そんなの死んじゃえわ。大変よ、ポリに来た。ポリって言うな、ポリって。風船の方、逃げるぞ。いや、逃げるよ。ジオコの方証言しない。逃げている。うわ、待って、このまま。パドが逃げちゃった。下着なのですって。あら、あなたは。いやー、子供が逃げるってやばいよな。アルバートの方のイベントを処理するか、これも金拾ったから、本屋行って、飛び蹴り買っておきたい。いやー、とこっちは、こっちだな。あれ、話すのね。ここでジュースを買っておかないと別シーケンスで。どこだっけな、 CD が。ラチボンですから。いや、犯罪ですよ。少女愉快の時に行く。やべえ。監禁マニュアルの進め、進める手口。女を口説くマルヒテクニック。じゃあ買ってくる。いや、たまにこんな客に、どんな顔だ。で、4時だっけな、終了が。なんで、ゲームセンター。で、100円もらえるんで、さゆきで HY、SYK があるから、
坊主。ミキマジック好きな帽子ってやつですね。SSD。Yo, hey。さあって、シルフドラゴン結構面白いんです。アシスト、大変です。提供もよし。って今じゃん。強制でしたね。よくあるシスト君、フォックスになるんですか。まあ、話し合いはオフレコなんだけど、教えておってもいいだろう。彼は事件に半分巻き込まれたようなものが、そうですか。ないかったら責任を取るとりゃいいでしょう。フォックスというのは4年前指名手配された殺人犯よ。4年前僕がテロ人に撃たれた年が、まさかフォックスよ。で、僕を撃ったテロリストじゃないんだから、写真はこれよ。撃った人じゃない。変装が得意になったようでね、カメラに撮ってもわからない人なんだよ。さらにここで2人殺害してるからな、今のところ、最重要追跡犯だ。恐ろしい人物を見つけたらすぐ教えてくれ。はぁ、あ、なかなか区別はつかないと思いますけど、そうですね。では捜査に戻ります。はい、じゃあ。もっと早く銃が行かないと。もう両兵がいる。あれシスト、行くからか。うん。じゃあ多分教室一緒だぜ。また一緒か。嫌なのかよ。嫌じゃないけど、飽きる。友達付き合い焼きのくそもないだろう。これはね、俺飽きちゃう人なんだよ。うん、いつも自分でそう思った。とりあえず俺らは4エレベーター4階だ。うん、席はテストの日だけお出だけど、それ以外は銃。そんなもんでしょ、塾って。書道を俺言ってたけど、銃だからね。おぉ、すごいな。そういう児童先生の授業も最近 CM やってるだろ。でも生の先生がやるにしよう。おー、生って言うな、表現。ミヤにとって使い回すればいいと思うんだけど。それ先生もたまに言ってんのよ。先生があんま質問しないからさ、生徒があんま質問しないからさ、これならビデオの読み頭だってよ。そうそう、ビバイよろしく。ぼちぼちでんなぁ。変なテストロ。はぁ、ロックショーどっこいしょ。あれ村上さん、いや、今日はよく会うね。なんで村上さんここに今日からそうなんだ。ああ、そうなんだ。しまった。知り合いいないと思い切り出してしまった。うっかりどっこいしょ。知り合い、ああ、まあね。男子校行ってんのにどうやって知り合うのか。曲がり角でぶつかって、見たわねとか言われたのがきっかけで、やる気だよ。でも半分死にそうな俺。ジャルバーグも死ねえ。神谷さすがになぁ。といったところで一回パートを切りたいと思います。次の動画をしましょう。See you next time! どうじゃな。